選んだ一番のテーマっていうのは人間であったりとか人間が作り出す社会であったりとか、所以这个人そういうものを为中心的那个作品，就是画画人画的作品带来参展这样子。ですね、非常に这次他能够来参加这个作的那个展示会，他觉得他也可以把他的画家带过来，可以感受一下这边的一些，就说不一样的那些文化这样子。細かい部分ではテクニックであったりとか雰囲気であったりとか違うことは細かい部分ではあると思うんですけど、本質っていうかそんなに大きな差があるとは思えないです。他这次看到就是中国的那个展览的那个，ちょっと中国人的那个热情，那个比较跟日本的那个文化有点不一样。哦，当然不是说谁比较好、比较不好的意思，就是说各有它不一样的地方，这样子。